地図だとこっちなんですよ。覆われてますね。どうこれトイレだよ。立派な木ですよ。こんばんは、オカルテッドの河野です。上原です。久保田です。今日は埼玉県にある薬師堂の牧に来てます。はい。早速進んでいきたいと思います。はい。どっち行くんですかね。そうジャキン。ここが2つに早速道が分かれていて、そう、右に行くのかまっすぐ行くのかっていう。どっち行こうかね。そう、どっちがいいですか。多分だけど、うん、さっきの地図だとこっちなんですよ。あ、まっすぐ、うん、あ、いや、そっちの方がいいか。なんかこっちの方がなんかそうメインストリートって感じがするんで、うん、こっちはやっぱちょっと脇道な感じがするんで、そうだね、こっちだね。こっち行ってみましょうか。ラジオが鳴ってるって言ってるけど、そうそう、そう、住んでらっしゃるのか。そう、人が住んでらっしゃるらしいので、まあ、ちょっとね、静かに。じゃあ早速今進んでます。どこにあるんだろうねこれ。いや、マジでどこにあるんだろうね。うん、さあ思ったんだけど、この前動画見ててさ、はい、ずっと後ろ姿じゃん、こうふっと撮ってるのが結構。ああ、正面もね、絵もね。そう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 。カメラと向き合ってこう話したりした方がいいとか。ああ、そういうのもあった方がいい、ね、確かに。お、なんだろう、坂になってる。いや、結構あれだね。久保田さん、先照らせます？先は手だと。あ、そう、福さんのやつもね、結構明るくて奥まで届く。で、あ、すごい。あ、ここはもうなんか倒れ、木が倒れちゃって、いけない。後ろはこんな感じです。うん。あ、待って、鳥居がある。え、何の鳥居だろう。なんて書いてあるの。これね、うん、書いてないのか。これでも先から何？あ、なんでだろう。そう、不思議な鳥居。奥に何かあるわけではない。いや、本当に周り静か。畑があって。なんか民家も近くにある気もするんですけど、もう人が普段通るような道っていう感じはしないですね。竹やぶ。すごい竹林。ここ人が通れるような密度じゃない、これ。すごい。で、なんかフェンスがあるのかな？中に入れないようになってますね。カサカサと、音は鳴ってますけど。今んとこ別に普通の、こう、田舎道というか、静かな通りっていう感じですね。はい。薬師堂の牧が、どの辺にあるのか。うん、地図だとこの先だってなってるんで、もう少ししたら入り口が見えるのかなと思うんですけど、プレハブ小屋ですね。うん、なんかの倉庫なのか、特に誰かが住んでるようなそういう雰囲気はないですね。うん、なんかぐるーっと外回りに行かないといけないのかな。うん、そうかもしんないね。多分もう、多分こっちは違うんじゃないの。
いや、もう離れてってるような、うん、そうね、あのこのまっすぐ行ったらマップだともう離れてるみたいだよ。あ、もう超えちゃってる。うん、超えちゃってる。超えちゃってるのよ。え、じゃあここ入ってみます。ちょっと超えちゃったみたいだから、あっちのどうや、これここどうだろう。じゃあこれそこ大丈夫。ちょっと待って、行ってくるよでもここあぜ道だからね、畑には入ってないから。わあ、でも怖いね。すごい、本当になんかトトロみたいな。そう、左右が完全に滝やぶ、そこを突っ切って道ができてて、上ももう竹で覆われてますね。雰囲気的に怖いとかそういうのはないですけど、これ一人で歩いてたら怖いかも。あ、なんか違う道に合ってんじゃない。でもここ、あ、なんかここさ、あ、着いたんじゃない。薬師堂の巻に着きました。なんかすごいピントがボケるな。なんかよいしょ、失礼します。保存価値の高い樹木といいます。これがあ、囲われてるんで、ここか。これが薬師堂の巻ですね。確かに立派だな、大きい、うん、周りもこう囲われて大事にされてるって感じですよね。まあ、お地蔵さんも失礼します、いらっしゃいますけど、うん、なんかすごく穏やかな、どちらかというと雰囲気なので、まあ、ここが心霊スポットって言われても、ちょっとさすがに違うんじゃないかなって思うことはありますね。うん。うん。ですね。ちょっと周りを。建物があって、周りをちょっと散策してみましょうか。急須が落ちてますね、お皿とか。うん。ちょっとぐるっと回ってみようかな。回っていいですか。はい。あ、でもトイレがある。邪魔します。トイレだ。入れてるとかではなさそうですよね。うん、中も。入ってみましょうか。失礼します。なさいね。で、裏はこんな感じ。風も吹いてないんで静かですね。うん、まあ、ちょっとここは広くなってますけど、奥はもう竹がびっしり生えていて進める感じではないですね。建物の裏って、うん、下にね、結構竹が思いっきり倒れてて気をつけないと、ね、でお墓が右手にあるんですけど、まあ、映さないようにしましょう。うん、
んな感じですね。よいしょ、立派な木です。うん、ただ歴史を感じる場所かなという気がします。そんな感じが、うん、そんな感じが、うん、そんな感じが、うん、ちょっと感じるところはすごくなんかいいところ。そう、散歩してここ来て、そう、うん、ね、そうね、うん、普通に散歩コースに選びたいという感じは、そう、そういうような感じはな、全然、多分なんで心霊スポットって言われてるんだろう。でも実際なんかいろいろ見ると心霊スポットって誰が言い出したかもよくわかんない。そう、実際ここ曰くがない、そうっていうのはあるんですね。そう、だからパワースポットなんじゃないかなって俺も、そう、全然ね、霊感ないおじさん3人が言うのもなんだけど、何も感じなかった。手を置いてみていいですか。いいですよ。一応置いてみていいですか。ああ、いいよ、いいよ、いいですよ。一応すいません、失礼します。ここにまあ何もないとは思うんですけど、一応、ここに台があるので、ここに置いて、ちょっとしばらくさせていただこうかなと思います。すいません、失礼します。何それ、光ってる。あ、そうするとなんか顔が青くなったり緑になったりするの。ああ、いいじゃん。見て、本当だ、レインボーレインボーコーナー。いや、もう見せて見せて、レインボーコーナー。あ、いいじゃん、いいじゃん、レインボー。いやいやいや、かっこいい。なんか肝試しでもない、もはやなんか見回りおじさん2人ですね。変なやついねえかっつって変なおじさん2人が見回ってる感じですね。はい、それではお送りしてまいりました薬師堂の巻、お二人から恐怖堂を教えてもらいましょう。ではお願いします。恐怖保留白点滅、ここ多分ね神聖な場所だね。多分久保田くんも言うと思うけど、同じこと言いたくないけど、うん、白保留ですかね。点滅してないんじゃないかなって気はしますけど、ただ、うん、神聖な場所です。みんな荒らさないようにしようね。わかりました。はい、はい、ありがとうございました。ではもうちょっと後にしたい。あれはただの貯水槽かな。上がるんじゃなくて下がる。失礼します。向こうに久保田が。